今日は8月3日、今午後6時です。午後6時のチャイムが鳴ってます。今日はちょっと黒大豆の水やりですね。で、水やりをした後ちょっと草対策をしようかなと思ってたんですけど、若干倒れかかったのもあったりして、まあ、小さいのはあれですけど、ちょっと土寄せをしてから除草対策をしようかなということで、ちょっと除草対策は黒大豆の方はちょっと延期ですね。で、こっちは空心菜なんですよね。結構ちゃんと生えてます、ほら。で、こっちも結構草、わかります？こういうのみんな草です。草が大きくなってきたんで、こっちもみ殻でちょっと草対策をちょっとしとこうかなと思って、この上の辺だけですね。そういう作業を今からやろうと思ってます。よいしょ。空心菜かな、わからんな。まあいいや。わからんとは。わからないのはいいですね。とにかく。はい、こんな感じで、もみ殻をかぶせていきます。はい、もみ殻だけじゃ、風の時に、風で飛んでしまうので、この上に、薄く、ぬかを巻いて、ぬか、その上から、また水をさっとかけて、ぬかをのり代わりに使います。はい、そういうやり方ですね。一応、参考にした URL は、説明欄に書いておきますので、見てみてください。はい、ちょっと、もみ殻、巻きの様子はこのくらいにしておきます。よっしゃ、ちょっと撮影はこのくらいですね。はい、米ぬか巻いてますけど、わかります？虫がいっぱい。だいぶ前に米ぬかもらってきて、ハウス倉庫というか、あそこに置きっぱなしだったんですよね。まあ、お袋がいるいる言うから取ってきて、でも使わないで置きっぱなしと、だからこういう感じになるんですよね。まあ、でもいつも米ぬかがあるわけじゃないから、自動精米のところから、コイン精米ですね。もらってきてるんですけど、あるわけじゃないから、まあしょうがないといえばしょうがないですから、虫だらけで、虫だらけでこんな古いのから使ってます。あんまり厚くやらなくてもいいというような感じだったんですけどな、いいんじゃないかな。何厚くはないから虫だらけのぬかを振ってますはいはい、むしむし。はい、水もこんな感じでいいっていうような感じでなってたんで、この程度でいいんじゃないかなと思いますけど、はい。程度でいいんじゃないでしょうか。はい。これで少々の風では麦殻が吹き飛ばされないということです。ちょっとこの辺はぬかが少なかったですね。まあいいや、ちょっと様子を見て、また後でぬかを追加したり、どっちにしろこれでも草が生えてきたら取って上に置いて枯らすという感じになりますので、これで万全というわけじゃありませんので、はい、とりあえずこっちは終わりです。あとそっちの水やりをして今日は帰ろうかなと思ってます。これ大豆の水やりですね。はい、撮影は終わります。お、トンボトンボ。